みなさんはホットケーキやワッフルに何をかけて食べますかはちみつですかチョコレートシロップですか私はメープルシロップをかけて食べます。メープルシロップは何でできているか知っていますか大きな大きなカエデの木から取れるんですよ。カエデの葉っぱはこんな形をしています。カエデの木から どうやってメープルシロップができるのかご紹介しますねこれはカエデの木です春になると葉っぱがたくさん出てきます夏には葉っぱがもっともっと茂ります秋になると葉っぱが紅葉し始めます秋も深まると 葉っぱはすっかり色を変えて、見る人を楽しませます。冬が来ると、葉っぱはすべて落ちます。冬には雪がたくさん積もります。冬のある日、メープルシロップの幹に穴を開けて、 ホースのようなものを差し込みます。ホースから木のお水が溢れて出てくるんですよ。木のお水をバケツの中にたくさん集めます。木から出てきた時の色はまだ透明です。お鍋に入れてよーく煮詰めていくと、だんだん黄色くなって、もっともっと煮詰めていくと、 甘くてトロトロしたメープルシロップの出来上がりですメープルシロップでできたお砂糖やバターメープルシロップ味の紅茶やチョコレート少しだけ煮詰めた薄い色のメープルシロップやたくさん煮詰めた濃い色のメープルシロップもありますいろいろな形の瓶に入ってこれ全部メープルシロップなんですよこれはもう食べちゃったんですね お腹が空いたのでお昼ご飯にしますメープルシロップたっぷりかけていただきますね